南関町は、熊本県の北西部に位置している町。町名は、古代よりこの地に置かれた関所に由来する、近隣の玉無島と合併協議していたが、2004年11月、断念した、熊本県の西北端部に位置し、北部から西部にかけて、福岡県と接している、熊本市から北西へ、約 50km、福岡市から南へ約 70km の距離である。 町の北から南東方向へ九州自動車道が通る。この地域に感動の重要な駅が置かれたとされている。927年完成の演技式表部将諸国駅天馬城によれば、この地域に宿駅が置かれたとされている。平家物語の中に南関町の関所が書かれた一節がある。日後国、菊池の武将である菊池次郎公寺記は平安時代末期。 絶大な権力を握った兵士に仕えたが、源氏との戦いに敗れ、安徳天皇、平宗盛と共に、九州の太宰府に逃げ延びた。その後、菊池二郎公時は、太宰府から、大津さんの席開けて参らせん。と言って、事情である、肥後国菊池へ戻ったきり帰って来なかった。と書かれている、平家物語巻八、菊池二郎公時は、とより、平家の国に候ウを蹴るが、 大津さんの席開けて参らせんとて、日後国に打ち越えて、斧が城に引きつこもり、メセドもメセドも参らず、つまり公式は、日後国に入る場所にある、大津さんの席は、警戒が厳重で簡単に通れない席所なので、自分が先に行って、後から逃げてくる人たちが席所を通れるように、しておきます。と言って、自分だけ、さっさと領地の菊池に逃げ戻ったということである、織田信長の死後、 全国統一を進めていた豊臣秀吉が最後まで抵抗していた薩摩の島津市を正当するために九州に来た時に南関を通っている。その時、秀吉にお茶を献上するために組まれたとされる湧水が今も大閤水として大津山公園の一角に残っている。武前街道は文後街道、薩摩街道、日向街道と並ぶ九州市大街道の一つで、 熊本の城下から南関を経て、偶然、小倉を結ぶ、山近交代路であった。南関は、筑後国と肥後国の国境という交通の用地に、位置した街道の警備の拠点であり、現在の南関町の中心部近くには、関所と南関万所が置かれたの関とも呼ばれていたが、関所が置かれた、正確な場所はいくつかの説があり、現在もはっきりしていない。 福岡県山川町と南関町の県境付近に置かれていたという説や、北の関と南の関の二つが置かれていたという説がある。また、三勤交代の道中、肥後藩主らが休息を取ったご茶屋は、現在、武前街道南関ご茶屋跡として保存されている。肥後国熊本藩主大藩主である細川忠都も、官営九年の肥後入国の際に南関で休息を取り、 熊本に向かった、歴代町長現在はなし。2017年3月までは、熊本県立南関高等学校があったが、統合により、廃校となった。町立九州新幹線が、町内西部を通過するが駅はない。最寄りは新大武田駅、または大武田駅。高速道路、編集南関インターチェンジ一般国道、編集県道、編集主要地報道高速バス。 編集路線バス、編集このほかかつては南関町及び名古見町を経由して、福岡県瀬高町、山川町と山賀市を結ぶ JR 九州バス。山賀線の路線バスが運行されていたが、2006年3月1日に廃止され、路線は九州三考バスに譲渡された。九州三考バスに引き継がれた区間のうち2009年10月1日に、 世田谷駅南館上町館が廃止されたため、宮間市方面に行く路線バスはなくなった。また、南館町と大牟田市を結ぶ路線バスとしては、他に荒尾市山を経由する西鉄バス大牟田の路線があったが、2018年1月1日に南館小山間が廃止された。和個人、ありがとうございます。